皆さん卵を立てたことありますか私が立てた卵たちです、えー、アメリカ大陸の発見者クリストファー・コロンブスはこんな丸い卵を立つわけないという人を前にそこを潰して立てたそうですこれってインチキですよねそんなことだったら誰でもできると皆さん言うかもしれませんが誰にでもできることでもこれを世界で初めてやった人は評価されるべきです えかく言う私も卵が立つにはコロンブスの卵しかないとずっと思ってましただけど中国ではなんと立立春の日に卵が立つそうです昭和22年今から約70年前の立春の日2月4日ですね世界同時に卵立て実験が行われてますアメリカで立卵に成功って記事にありますように世界各国で卵が立ちました えー、新聞記事にもです、ね、このように写真付きで掲載されたものですから多くの人たちがあ立春の日には卵が立つんだと、えー、その神秘的な力を信じてしまいましたでそれを否定したのが、えー、物理学者の中谷先生です、えー、雪の結晶の世界で初めての観察者で有名です。えー、卵はいつでででもももどこでも誰でも立てれるんだと 物理学的に証明しました。これはあの卵の殻の表面500倍で写したところですが、卵は工業製品じゃありませんので、結構表面はデコボコでザラザラしてデコボコです。一個一個に個性があります。卵が自立する条件を考えています。卵をこう立てたとき、平面との接点が一つ、二つでは立ちません。 接点が3つ以上あると必ず自立します、えー、卵の表面結構ザラザラですから必ず平面との接点は3個以上ありますこのように卵を、えー、真剣に持って少しずつ0.1ミリずつぐらい動かしますで重心から重力方向に下ろした円直線がこの接点3点の間を通るようにすれば卵はいつでも誰でもどこでも立つわけです えー、卵が立たないのは立つ前に諦めて手を離すからです努力が足らないんです、えー、研究で大切なことは人まねとか批判は簡単で何事も誰も考えつかなかったことを最初にやるコロンブスの卵的な発想が大切ですそして立春の卵から学ぶこととして必ずできると信じて失敗を恐れずにできるまで頑張ることが大切です